ひぶひぶ小豚ニュースのお時間です。今回はアルテミス1ミッションというお話です。 NASA が主導しパートナー国と進めるアルテミス計画、月面での持続的な駐留を確立し、民間企業が月面経済を構築するための基盤を築き、最終的には人類を火星に送る有人火星探査という長期的目標のもと進められています。アルテミス1ミッションは有人飛行の前の試験飛行で、打ち上げから月周回、そして42日後に太平洋に着水までを通じて問題点を洗い出す目的があります。 SLS ロケットで打ち上げられる4人乗りの宇宙船オライオンには、人ではなく3体のマネキンが登場しています。放射線の計測をするムーニキンカンポス、座席には加速度や振動を計測する装置が取り付けられています。成人女性の骨や臓器、組織を持ち、1万個のパッシブセンサーと34個のアクティブな放射線検出器を持つヘルガと、そこに放射線防護ベストを着たゾハル、そして無重力状態をお知らせするスヌーピーが登場しています。また同時に行われる相乗りミッションには、日本からも2機の小型衛星おもてなしとエクレウスが参加しています。おもてなしは放射線計測を備えた世界最小の月着陸機で、6遊相と約 10cm×20cm×30cm でできており、月面着陸時に秒速 50m、 時速約 180km で着陸し、エポキシ樹脂でガチガチに固めた中の機材が無事で、発する電波が地上でも受信できれば成功となります。そのため世界中の多くのアマチュア無線の参加を呼びかけており、日本では和歌山大学、東北大学が参加することが分かっています。エクレースは太陽、地球、月圏における軌道制御技術を地球、月系のラグランジュ点 L2 点への飛行を通じた効率的な軌道操作実証をメインミッションとして担っており、加えて3つの科学観測ミッションも行います。1、地球地磁気圏プラズマの撮像、2、月の裏面における月面衝突線光の観測、3、地球月の重力圏に一時的に捕獲されるダストの検出です。アルテミス計画の第1弾アルテミス1は2022年8月29日に打ち上げ予定です。ワクワクしながら豚足を握りしめて待つ同志は、チャンネル登録よろしくですブヒ。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ブー。